どうも。今回はですね、また後付けでちょっと語っていくんだけど、まあまた今回はね、この試合勝利グレネードは本当にもうひどい、本当にクソみたいにひどいんで、まあそれについてなんだけど、いやそれについてじゃないんだけど、厳密にはまあね、皆さん勝利グレネードいつまで使うんだよね。マジでいつまで使うの、マジでやばいよ、本当にやばい、試合にならないんだけど、みんな、いや、お前ら、いつまで使うんだよ、勝利グレネード。あんなくだらないさ、プレイヤースキルもクソもないね。俺、今もう燃えちゃってるやん、俺。かわいそう。かわいそう、画面の中の俺が。うん。って言ってもね、僕の動画をね、見てくれてるね、みんなはね、多分使ってないと思うよ。うん。俺がクソゲーっていうね、動画上げたら結構コメントしてきてくれるし、使ってないと思うからね、こんなこと言ってもあれなんだけど、勝利グレネード使ったやつね、この動画を添えたらいいな、的な感じで、言っていきたいと思います。今回はね、ゲームをクソゲーって、俺、何本も上げてるし、ね、他の人も上げてるからあれなんだけど、今回はあれ、プレイヤーがクソ、本当に。一部のね、外役プレイヤーがクソっていうことを、マジでね、みんなにも知ってもらいたいです。まず、ショットガンあるじゃん。ショットガンなんだけど、今作ってショットガンなんかひどいよね。でも前作ショットガンってほぼ強いんだよね。4つも強かったしね。結構強いんでショットガンって。でもなんで今作は言われてるかっていうと、こんなまずアタッチメントおかしくない？あれショットガンなのに高倍率のスコープつけれんだよ。おかしくない？それある？そんな現実である？ショットガンでさ、スコープつけれんのおかしくないね。でもしかもさ、でそのスコープの効果で反動制御ついてますよみたいな。しかもショットガンなんてエイムいらないね。エイム、まあ障害者用のね、障害者用の武器だからエイムなんてしなくていいんですよ。だからね、その財布なんてぶっちゃけどうでもいいの。あってもなくてもどうでもいいから、その倍率高いスコープつけて反動制御もつけると。しかもね、ダブルバレルショットガンってあるじゃん。あれもさ、ダブルバレルね、2丁持ってんだよ。エイムしないじゃん。なのに、エイムしないっていうか、もう、性能上エイムできないわけじゃん、あれって。なのに、その、高倍率のスコープがつけれるっていう、謎仕様だよね。あ、かわいそう、燃えてるわ。かわいそう。うん。そういう仕様になってるから、これは運営が悪いんだけど、悪知恵がすごいよね。そういう、外役プレイヤーの。これしたら強いじゃん、みたいな。悪知恵がすごい。本当に気持ち悪いです。本当に気持ち悪い。ね、本当にもう、どこまでショットガンを強くしようとしてんのかっていうレベルだわ。誰が流行らせたん、そもそも。本当に、あんなこと。で、あとは、あれだよね、運営も進めてるのがさ、気持ち悪いよね。Twitter とかでさ、このショットガンおすすめですよ、みたいな。進めんな、そんな武器を。ショットガンっていうのは、そもそもプレイヤースキルもクソもない武器なわけですよ。ね。エイムしなくていいわ。立ち回りもね、ぶっちゃけ普通のフロート系の武器に比べたら一撃で殺しちゃうんで、近距離とか強いショットガンなんか中距離も殺せちゃうじゃん、一撃で。そんな武器にさ、立ち回りもクソもないんだよ。エイペックスから流れてきたさ、プレイヤーがいるのか分かんないけど、エイペックスのショットガンはそれはスキル必要じゃん。別にエイペックスのショットガンって一発で死ぬわけじゃないからさ、立ち回り必要だけど、今作じゃねえや、 COD のさ、ショットガンなんて大体一撃でしてるんだからさ、立ち回りもクソもプレイヤースキルも何もエイムもいらないわけよ。ね。でも確かにダサースとか強いよ。ね。ショットガンは。でも、中距離以降のマップだと、普通にね、ザマシンガンとか AR とか使った方が強いんじゃん、そりゃ。中とか遠距離のマップだと。でも使ってくるやついいんじゃん、ショットガン。あれ、ただのさ、嫌がらせじゃない？敵が一撃で死ぬザマを見たいからじゃないでしょ、それって。それマジ性格終わってる、強いから使ってるとかじゃなくて、嫌がらせ使ってるとしたらマジで性格終わってると思います。あと盾もね、あれなんだけど、今作盾多いですね。今までもあったじゃん盾って。でも今作がなんで叩かれてるかっていうと、デメリットないから、盾背負うにあたってデメリットが。別に今作超強いハンドガンがあるわけでもないし、対空なんかみんなどうせしないでしょ、ね、しないでしょ、対空なんか。ランチャー持たないし、だから、パークさんにオーバーキルつけて背負うっていうのが、ね、あれなんだけど、パークさんにオーバーキル以外の強いパークが一つもないわけ。なんもないわけ、マジで、強いのが。
しかも今作はポイント制じゃないからね、盾背負う代わりにアタッチメントが少なくなるよとかじゃないから、だからデメリットがないわけよ全く。あと味方に迷惑っていうのもあるんだよね。しかも味方のあれだよ、盾にさ弾が吸い込まれてさね、撃てなくなるみたいなあるじゃんそれも。でまあこんなこと言ってるけど、俺の動画見てくれてた人はわかると思うけど、俺盾背負ってたんだよね一時期。なぜかっていうとダサースとかシップメント回してるから、ほんと後ろからショットガンで殺されるのが本当にムカつくからね、だからショットガン背負ったろって思って、もうめんどくせえと思ってさ、うん、味方の弾とかどうこうあるけどさ、味方ってもう大体もう弱いんすよ。来るスキルマッチがあるかわかんないけど、大体味方に来る人弱くて、それだったらさ、どうせ敵をキルできない味方が弾撃つより、俺自身がね、背中守って、俺がキルたくさんした方が勝率上がるから、っていう理由で背負ってたんだけどさ、まあでも俺、外したんだよ。なぜかっていうと、盾揺れるんだよ。敵の弾が、例えば、自分の頭の横をかすったとかでもさ、盾に当たるわけじゃん。そしたら盾が揺れてさ、なんかガバガバになるのね、エイムが。だから俺やめた。あと味方の弾も当たってね、揺れるから盾に当たって、それでエイムがガバるとか視界が悪くなるとかでやめたんだけど、そういう理由でやめたんだけど、それわかんないんだよね。盾使ってる人って、ずっと使ってる人って、だってわかるんだよ。俺使ってみてわかったけど、揺れるからない方がいいわと思って逆に。うん。でもそれやめないってことは、あれなんでしょうね。それでも使いたいのか、そういう自分が揺れてエイム悪くなってることにすら気づかないのか、どっちかだよね。本当にもうこう言ったらあれだけど、ヌーブの考えはわからないです。はい。あ、この試合もね、ほら俺そもそも旗取る気なかったんだけど、焼夷グレネードばかりだから、焼夷グレネードばかりで誰も旗取れなくて時間切れで終わるっていうね、ハードポイントが。これがシップメントだよ。シップメントで旗なんか取れんのにさ、どこでも。これがこの現状です今ので。もうあとは焼夷グレネードだよ。もうこれに至っては運営もバカだし、使うやつも大バカだよ。大バカ野郎本当に。スモークポイポイとかさ、いたじゃん。結構な作品で害悪してくるやつ、それより立ちが悪い。なんでかっていうと、燃えてるから。しかもそのスモークだと殺されないけど、この焼夷グレネードだと普通に殺されるからね。あとこの炎の範囲、何、俺一回カスタムで試したんだけど、俺そもそもねバトルパス上がってないから解放もしないし、解放されてもこんなねくだらないグレネード使うつもりもないからあれなんだけど、カスタムでやったら炎に触れてないのにダメージ食らうんだよね。だからおかしいじゃんそれ。このゲームはリアリティをなんかわかんない、追求してんのかわかんないけどさ、リアリティがあったら炎に触れたら燃えてください。炎の近くにいるだけで燃えるなんてことはもう持ってのほかだからね。ガソリン撒いてんの？ガソリン体にさ撒いて突撃してるわけじゃないんだからさ、違うでしょそれは。あと投げられて着弾するときに揺れ、あれ何、バン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 投げやがってさ、そのためにさ揺れるじゃん。それも何とも思わないのかなって思うわ。あとポイントに置かれたらさ、それだけでも取れないじゃんさね、あんだけバカでかい範囲してんだから。しかも対策パークもないわけですよ今作、炎をね軽減するパークなんて。だから旗に置かれたらもう取れないわけよ。それで2つなんか置かれたらもう絶対取れないから。あとなんかリスボーンした時のバグわかる？これ誰も言及してる人はあんま少ないんだけど、リスボーンした時にバグるんだよ。まあこれ画像を見せるから見せてもらった方が早いんだけどさ、これリスボーンしたらこうなるんだよ。4つの光がピカってなってるじゃん。でその後にこうなる。核じゃないからね、核みたいな感じだけど核じゃないんだよね。で戻るけど、これをはこれを何意味をするかっていうと、リスボーンした瞬間に多分後半にこれ送るんだよね。リスボーンした瞬間に多分今まで投げた焼夷グレネードが多分バグってさ発動してんじゃないかな。ダメージ判定はもちろんないんだけど、ただリスボーンした瞬間に目の前に4つピカってなることなんてないから、それがリスボーンごとに毎回起こるわけですよ後半になったら、特にシップメント。だからこれバグだよね。バグでリスボーンした直後に多分今まで投げられてきたであろうね、焼夷弾が爆発してるんじゃないかなと思います。まあ当たり判定はないんだけど、
あんなことになるから、リスボンするために見えないし、めちゃくちゃカクカクになるし、多分落ちるって人それで落ちてるんだと思うわ。あれでひどいもん。俺の2個前の動画見てもらえれば分かると思うけど、本当にリスボンした瞬間にああなってやばかった。これバグです。もうこれ試合を壊してるわけじゃん、この焼夷弾ポイポイするだけで。だからこの運営はね、多分バグも修正しないわ、弱化けもしないです。多分したとしても超遅い。だからみんなで使わない方がいいんだけどね、本当は暗黙の了解で。そしてその方が楽しいじゃん。これ投げて嬉しい人いるって話だよね。試合壊してるんだから。でも使う人はいますね。なぜかっていうと性格がねじ曲がってるから。だってこれ投げてさ、みんなキルできなくなるわけよ、ぶっちゃけね。投げてる方も多分1キルとか投げてアシストでちょっともらえるぐらいなんだけど、こんな黙々の状態でさ、みんなキルしづらくなってさ、つまらない試合になるわけじゃん。それでも投げたいから投げてるわけであって、なんでそうするかっていうと、多分自分がキルできないからなんだよね、普通にやってて。だって普通に自分がやってキルできてたらさ、こんなことしないじゃん。普通にやってた方が楽しい方がいいじゃん。だから自分が普通にやってキルできないから、もう邪魔したろっていう考えだと思います。ということで、プレイヤーがクソゴミですっていう話です。はい、さよなら。